みんなして同じところで撮りすぎやろ。見てみーね、あそこ。なんかあの人見とるんか花見とるんかわからん状態になってる。落ちる落ちる。あそこはやばい。あれは危ない。あれは立ち止まったらいかんやつやね。あれ、手すりないもんね。ないよ、ない。もっと。って言ったら全員死ぬやつ。前の人に繋がるんやろみんな。やばいやばい。死ぬやつ。いや分からん、綺麗なんじゃない。行ってみたらちょっといいわ。落ちるように気をつけて。みんな行っとるから、それに連れて行ってるだけや。絶対そうやけど、みんなあの橋渡ってみてるだけやつ。お前行って。それにしても真っ暗やな。なんか今年ライトアップ、なんか、なんかちょっと少ない気もする。もうちょっとやっぱ下の方かな。下の方行ったら少ないかな。なんかいつも高校と輝いとるイメージあるけど、下メイン通りやるね、やっぱ、うん、上の方は少ないかもね。なんかいつも撮影に困って帰る記憶が多いんだけど、撮影に困ってっていうか、人が多くて撮れない。団子団子、うん、めっちゃ美味しそう。だからいろんな種類だった。ソフトクリーム団子じゃない。本当や、団子や。この辺は桜は綺麗なんだけど、残念だけど、ね、近くに寄れるところに桜がないんですよね。ちょっと離れちゃって。ここ安全になったよ。あー、すごいよ。そんなことないでしょ。前ダメやったよ。あれ眩しいけどちょっと足りないと思う。いいね、いい匂い。いや、いい匂いする。いい匂いする、食べたい。日本のとこの店ですね、まんじゅうとか、団子とか結構いろいろと売ってました。背中も吸い込まれてた。あれ並んどるの？並び出せよ。いつの間にか。わからん。でも写真の人もいるから。うん、いや。撮りながら並ぶ。ああ、そういうこと？え、この方すごい並びたがってる感じが。え？並びたい。並びたいんだ。これ何言ったの？いろいろ。いろいろ。カレーパンもあるよ。うん、綺麗だね。桜を名目に並べる。あんなレベルじゃないの、もっと長いの、桜峠のカレー。はい。嘘で。これ納豆餅。納豆餅のこれ。はい、ありがとうございます。はい、一緒に入れてもいいですか。袋1枚入れときましょうか。決まった。1200円です。1200円。完食団子。はい、いただきました。はい、どうぞ。温泉のお会計。はい、ありがとうございます。じゃあ納豆餅一つ。はい、ありがとうございます。320円です。はい。
ビーカステラだ、愛しの。愛しのベビーカステラ。イカ焼きもあるよ。丸々焼きって何？わかんない。ちっちゃいお好み焼きみたいな感じ。ああ、そうなんだ。それってたこ焼きじゃないの？うん、たこ焼きたこなし？お好み焼きのちっちゃいやつみたいな。潰した感じ。ああ。ソース。丸々焼き。それかな。焼き鳥。イカ焼き。今餅買ったって。餅買ったな。とりあえず振った。うん。あ、すいません。計測でやったら。何の列ねこれ。あ、いい匂いする。あ、唐揚げか。これはやばいな。なんか書いてある？茶屋。誰も誰も。ああ、なるほどね。ここで買わないと食べないです。感じで花見なのか、まあ、屋台巡りなのかよくわかんないですけれども、そんな感じで2時間ぐらいかな、正味2時間ぐらい、うろうろしてきました。兼六園は、まあ、大体花見の季節に合わせて無料開放とかってやってるんですよ。今年は、3月31日から4月の8日日曜日までの9日間だそうです。ライトアップは、午後6時から午後の9時半まで、はい、そんな感じになってるので、もし、よかったらというか、近場に来るようなことがあったらぜひ寄ってみてください。ただ残念なことに、ちょっと週末に向けて天気が悪くなって雨になっちゃうんですよね。そうすると一気にこう散っちゃうかなっていう、そういうのもあったりするんですけど、まあ、金沢っていつもそうなんですよ。せっかくね満開になってもすぐに雨が来て全部落ちちゃうっていう、結構そういうので桜を楽しめる期間が
本来長いはずなのに意外と早く終わってしまうっていう、なんかそういうのが通例のような気がします。はい、そんな感じで今回も最後までご視聴ありがとうございました。一応ね、桜の季節は、まあ、金沢ではもう終わりだし、関東ではもう特に終わってるし、九州の方とかだともっと前に終わってるわけなんですけれども、まだまだ東北と北海道残ってるじゃないですか、うん、っていうので、今年はそこら辺も追っていきたいなというふうに思ってます。はい、その辺もまた動画にして、流す予定なので、もしよかったら、見てください。チャンネル登録しておいていただけると通知がいくと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。